結構普通に。モーニング発車は一宮だって。何一宮。タピ行ったことあります。でも最近はタピオカあんまり。くしゃみ出そうだった。メニューの写真より実物が大きいだって。なるほどね。カレー大丈夫、大好き、カレー好き。一宮。あ、なるほど、一宮じゃないんだね。米田はね結構あります。普通にナポリタン食べてみて。おお、なるほどね。おすすめか。なんか食べ物の話多いですね私。辛いの好きです。キムチとか好き。米田のモーニングよく行くだって。好きよ。赤から好き。一回しか行ったことないけど好き。キムチ好きなんですよ。チーズタッカルビとかも好き。初めてコメントします。こんにちはこんにちは。辛いのはあのチゲうどん、何やったっけ、好きです。ガストのチゲなんとかが好き。激辛ペヤング配信はよやります。じゃやります。赤辛は名古屋発祥なん？初めて知った。チーズ大好き。辛すぎる。どうやって克服したの？なんか気づいたら好きだったチーズ。ほんまに嫌いでずっと避けてきたんですよ。18年間ぐらい。去年急に好きになって、今ではもう家にもチーズ置いて何でもすぐチーズ乗せちゃう。やばくない？大人になりました。けどなんか好きだった。はい、チーズ。あと3分だって。ランキング読みますよ今日は。忘れない。中本のラーメン辛いだって。食べたことない。そう、ランキング読み忘れちゃった。いつも忘れるんですけど。花火の台湾混ぜそば美味しいよ。あ、チーズ無理なやつあった。あの花火とかのチーズは好き。